第16話、偽キュービー現る。綱手様、敵が迫っています。暗部も総動員して警戒も押し切、全力で排除するべきです。待て、ここはナルトたちを信じてみようじゃないか。しかしこの混乱に乗じて内部への警戒が薄くなったところに敵の総攻撃を受ける恐れもある。綱手様、あいつには不思議な力があってな、みんなあいつにかけてみたくなるのさ。頼んだぞナルト。いいぞ、このままこの葉を潰してしまえ。そうはさせねえ。貴様、ユカたちと約束したんだ、ムツガシラを止めてやるってな。ここで奴を食い止める。決してこの葉は行かせるな。はい。しつこい奴らだ。だがここまで来ればこちらのもの、ミツガシラの威力を見せてやる。そうはさせない。リュカ、今だ、やれナルト。あたいに構うな。大した度胸だな小娘。自分の撒いた種だ、最後くらいカッコつけてもいいだろう。残念だったな、貴様のような小娘にやられるほど落ちてはおらん。ちょうどいい、リュカ、貴様を利用させてもらうぞ。リュカ、どうだ人中力、己の美獣を前にした気分は。てめえ。さあキュービー、こやつらを喰らい尽くしこの葉を殲滅するのだ。三つ頭にキュービー、さすがに2匹を相手にするのはきついな。キュービがコノハに突進してく。このままじゃコノハが。何か策を打たなければ手遅れになる。策なんか練ってる暇はねえ。今俺たちにできること、それはあいつをぶっ倒してリュカを助けることだけだ。ナルト、無茶をするな。キュービーは俺たちに任せて、奴を追え、ナルト。ナルト君たちの代わりに僕たちがしっかりとコノハを守りますよ。その代わり、あっちのは任せたわよ。僕たちを信じて。お前ら、コノハには守らなきゃなんねえもんがある。それこそ数えきれねえほどにな。今まで先生たちに守られてばっかだったけどよ、そろそろ俺たちが守る側になんねえとな。近まる。めんどくせえけど
俺たちだっていつまでもガキのままじゃいられねえってことだ。だから行け、ナルト。みんな、サンキューな。キュービは任せたぞ、ヤマト。はい。この葉は俺たちが守ってみせる。落ちがけでな。治療の必要があるわ。キュービとやり合うことになるとはな。捕まる。まずは様子を見よう。かけない。なかなかないぞ。行くぞ。わかった。かけない。わかった。わかったわ。かけない。今までの術。わかった。一斉に攻撃するよ。よっと。さあ、これ。手首縛りの術。はあ。わかったわ。行くぞ。はっ。裏かけない。はっ。裏かけない。わかったわ。わかった。よっと。相手が動けなくなったら、どうやら壊れたようだ。わかった。よっ。わかったわ。行くぞ。これでどうだ。わかった。真似の術くらえ。すまん。よっと。すまん。相手が動けなくなったら一斉に攻撃するよ。離れて。体の周りにチャクラが集まってる。わかった。どうやら壊れたようだ。これでどうだ。わかったわ。わかった。相手が動けなくなったら一斉に攻撃するよ。わかったわ。離れて。体の周りにチャクラが集まってる。ダメージを受けすぎてる。すまん。すまん。すまん。わかったわ。行くぞ。よっと。さあ、気持ちを落ち着けて。助かるよ。手首縛りの術、これでどうだ。よし。
相手が動けなくなったら一斉に攻撃するよ。これでどうだ。離れて。体の周りにチャクラが集まってる。やったか。これでどうだ。よし、任務完了ね。イノ、至急手当てを。はい。よかった、これでもう大丈夫。この葉か。すまない、恩に着るよ。礼には及ばねえよ。それより、あとは頼んだぞ、ナルト。